明日は都合が悪いと伝えていただけませんか中村課長に明日は都合が悪いと伝えていただけませんか中村課長に明日は都合が悪いと伝えていただけませんか実際に、今5个例題。部長に、ロンドンのホテルを予約したと伝えていただけませんか 部长,に部長ロンドン，伦敦，饭店，预約,约，预约した，表示已经预约好了。能，不能请你转达？能否请你转告部长，伦敦的饭店预约好了？请汉字教师念过一遍。部长，伦敦的酒店预约好了，能转达吗？ 部長にロンドンのホテルを予約したと伝えていただけませんか部長にロンドンドののホテルを予予約約しした、たた、たとと伝伝ええてていいだだけけまませせんんかか 接下来，请看第六个例题。先生に今日は柔道の練習に行けないと伝えていただけませんか？先生に老师，今日今天柔道是柔道的意思，练习练习柔道的练习，いけない表示没有办法去，请你帮我转告转达一下。

つだえていただけませんか北見さん、北見小姐、出張、出彩。来週になった、变成是下个礼拜,拜、改为、下个礼拜。と、つだえていただけませんか能否、请你转告、北京小姐、出彩、改为、下个星期。请、漢字教师念过一遍。北見さんに、出張は来週になったと、伝えていただけませんか

夕方、五時半、五罗，回来，能转告吉田小姐。夕方，傍晚，五时半、五大概五点半左右，回来。能否请你转告几田小姐，大约傍晚五点半左右会回来？请跟着小师练过一遍。 吉田さんに夕方五時半ごろ戻ると伝えていただけませんか。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 吉田さんに夕方五時半ごろ戻ると。